皆さんこんにちは、うまいったがやのこたみです。本日はラーメン女子やっていきたいと思います。はい、というわけでですね、はい、本日は西区西町に来ております。はい、ちょっとはるばるって感じでしたね。はい今回はですね、はい、5月オープンしたばかりの、はい、新店でございます。はい、最近新店多めです。はい、まだね3ヶ月経ってないね、はい、新店なんですけども、うん、無課長、最近流行るのはね、はい、無課長ラーメンが食べれるお店となっております。はい、ということで今回紹介するお店はこちら、中華そばとおにぎりバルト三角さんです。というわけでですね、はい、あの名前にもある通り、はいはい、マルト三角、はいはい、マルはね、多分ね、うん、ラーメン丼を見てるのかな、ね、はい、そして三角は、ね、うん、あの名前にも入っている、はい、おにぎりですね、はいはい、こちらのお店はですね、はい、中華そばとおにぎりが美味しいと評判のお店となっております、はい、そしてね、おにぎりはね、すごくね、こだわっていてね、うんうん、道産のお米を使ったね、おにぎりが食べれるみたいな、はい、楽しみですね。はい、ということで早速中に入っておにぎりとラーメンを食べていきたいと思います。それではレッツラーメン女子。ということで店内に入ってきましたが、入って右手がカウンター席、左手にテーブル席が2席ありますね。はい、店内は落ち着いたちょっとおしゃれな雰囲気となっております。そうですね、はい、ということでメニューはこんな感じとなっております。こちらがね、セットにできるものでして、はい、ラーメンも単品もありますね。はい、でおにぎりの種類が結構ありますね。そうですね、めちゃくちゃありますね、うん。でこの、ね、セットなんですけど、常温セット、並セットというのがありまして、はい、並セットだとこのおにぎりが280円だから、ここまでのおにぎりが選べます、はい、で常温セットにするとここからここまでの自由なおにぎりが選べますよということになっております。はい、はい、ということででは注文していきたいと思います。はい、はい、ということで今回はですね、こちらセットの常温セットですね、はい、でおにぎりをこちら紅鮭いくらにしました。はい、そして単品で、あとセットの方は醤油にしてあります。でこっちの単品の塩ラーメンにチャーシュートッピングと、あと茶漬け飯っていうのを注文しましたね。はい、はい、そしてね、ご飯もね、はい、オープニングでも言ったんですけど、はい、めちゃくちゃこだわってて、はい、はい、王さんのお米、はい、どこですか、赤い川さんですね。赤い川さんの雪さやかっていうお肉、おにぎりじゃない、お米を使用しております。はい、すごいね、なんか甘くて、うん、あの、なんていうんですか、ちょっと粘り気のあるお米で、すごい美味しいらしいですよ。はいはい、うん、でね、なんとね、テイクアウトもおにぎり可能でして、はいはいはい、帰りにね、買って帰ることもできますよ。はい、はい、ということで、では注文した商品を待っていきたいと思います。はい、はい、ということで、ラーメンが到着いたしました。こちらが塩ラーメンですね。で、トッピングでチャーシュー、はい、そしてこちら茶漬け飯をつけております。はい、そしてね、あの単品になるとこちら味玉がついてるんですけども、はい、セットになると味玉ついてないので、こちら後から食べる方は味玉をトッピングしております。はい、もうね、あのね、ラーメンのいい香りもするんだけど、この鮭、はい、鮭のめちゃくちゃいい香りがしますね。めちゃくちゃ綺麗ね、ね、ということで、薬材からいきますよ。はい、まずチャーシューですね。これはもともと1枚ですけど、1枚トッピングしてあります。はい、そして海苔、はい、そして貝割れですね。はい、これの下にネギが乗っております。はい、で、お麩がありまして、お麩の下にはこれなんだろう、ほうれん草かな、ほうれん草かチンゲン菜、小松菜か、そして味玉ですね。はい、美味しそう。あ、そうだね。はい、では早速スープからいただきます。はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。うわー、最高だ。ではいただきます。あ、もうね、ちょっとね、和風っぽいようなお出汁の香りがしますね。うん、うわー、うまー、うまい、
もうね、あ、体に染み渡るやつですね。うまっ。もう口に入れた瞬間、優しい塩味が広がって、その後からこのお出汁の香りっていうんですか、はい、が鼻から抜ける感じですね。でもね、塩味加減が絶妙で、やっぱ塩なんでさっぱりしてるんで、旨味はしっかり感じるんですけど、さらって消えていくので、めちゃくちゃね、飲んでも飲みたくなるスープになってますね。うーん、うまっ。でね、後からほんのりこの煮干しのいい香りが、でもしつこくないんですよ、うん、程よい香りがふわって後から香ってきますね。では麺いきますよ。麺はね、ストレート麺になってますね。はい、ではいただきます。麺はね、歯切れがいい麺になってるんですけど、うん、噛む瞬間はもちっと感があって、パツンって切れる感じですね、はいはい、でね、ストレート麺ですけど、しっかりスープと麺が絡んでて、めちゃくちゃうまい、うん、でね、噛んでいくと、結構ね、うん、あの麺の小麦のいい香りが、甘みがね、しっかり感じれますね、はい、はい、では続いてこちら、チャーシューでございます。でかめです。でかいね。でね、ちょっとね、ところどころレアっぽくなってますね、うんうん、はい、ではいただきます。柔らかくて、噛むとこのお肉、多分豚肉なんで、豚肉かな、お肉のね、旨味がすごいね。本当に素材の味を生かしたチャーシューって感じですね。では続いて味玉、うわ、やばいですよこれ。やばいね。やばいです。うわー、この色も最高ですね。ではいただきます。うん、うん、茶色そう、しみしみですね。うますぎる。うわー最高。もうね、味がね、黄身にまでちゃんと染みてますね、うん、なんだけど、この塩味加減は強くない。でも醤油のいい香りがしっかりするんですよ、はい、うまっ。もういっちゃいます。はい、どうぞ。これね、黄身の半熟加減もやばいです。やばいです。うまっ。では続いて、貝割れと一緒にいただきます。うん、このね、貝割れのシャキシャキ感と香りがめちゃくちゃ合いますね、うんうん、すごいね、さらにこう爽やかな感じになりますね、はいはい、うーん、うまっ。では続いて、私が大好きなお麩でございます。ありがとうございます。鮭とおかかになります。もうね、多分お麩のトロッと感と美味しいスープを含んだ、この噛んだ時に出るスープがもう最高すぎる。最高ですか。では続いて、多分ね、ほうれん草かな。香りがいいですね。あとね、うん、結構ね、シャキシャキしてて食感もめちゃくちゃいいです。はい、うん、本当になんか、うん、
ラーメンといえばメンマだけど、はい、今日もメンマの代用品って感じですね、うん、うまい。じゃあ海苔を海苔の香りがすごい。うまっ。はい、続いてこちら上セットの醤油とおにぎりが紅鮭いくらでございます。で、こちらは味玉をトッピングしてありますね。はい、こちらはすごいですね。やばいですね。でもさ、これだけでさ、うん、1350円って安くないですか？最近ならさ、一杯1350円取られるところもありますからね。なのにこんなお惣菜とおにぎりもついてきますよ。具材からいきますか、はい、まずは海苔、そして貝割れの下にネギが入ってます、はい、とチャーシュー1枚とおそらく小松菜、はい、そしてお麩とトッピングの味玉でございます、はい、そしてこちらがおにぎりですね、はい、でこちらのおにぎりはプラス100円でサイズもアップすることができます、はい、そして卵焼き、はい、でキュウリの浅漬けかな、はい、とこちらもおそらく浅漬け漬物っぽい感じになってるかな、漬物じゃないです、ね、ナスとシシト、うん、シシトだね、はい、あ、すごいマイクが近かったでございます。煮物みたいな、はい、はい、ではスープからいただきたいと思います。こっちも綺麗だね。こっちが美味しそうだ ね。ではいただきます。あ、こちらも塩と一緒ですごいね、煮干しと出汁のいい香りがめちゃくちゃしますね。うわ、うまー。こっちは口に入れた瞬間に、うん、この醤油の香りと煮干しの香り、はいはい、もうしっかり感じてますね、うん、で、煮干しの香りを感じたと思ったらその旨味が舌の上にじわじわ広がっていく感じ、はい、うまいね。でね、なんとこちらのね、お店では動物系のものと、うん、はい、あと化学調味料を一切使ってないんですけど、はい、そういうスープってさ、ちょっとなんか物足りなさとか感じるじゃないですか、はい、うん、その物足りなさが本当に全くなくて、うん、やっぱり煮干しの旨味と香りが濃いので、はい、もうあの全然満足して食べていただけると思います。めちゃくちゃ美味しいです。では麺の方もいきたいと思います、はい、うわー美味しそう。もうね、煮干しの旨味と香りが、うん、麺にしっかり絡んでて、スープ飲んでる時と同じぐらいすごい香りを感じますね、うん、美味しい。でね、やっぱストレート麺だからさ、すすりやすいからさ、はい、すごいさ、ツルツル入ってきますね。はい、では続いてこちら紅鮭いくらおにぎりでございます。結構たっぷり入ってますね。めちゃくちゃ美味しそう。ではいただきます。はい、うん、すごいびっしり、うん、うまもうね、うん、多分握り方が優しいんでしょうね。はいはい、もうね、ふわふわしてる、うんうん、ね、噛んでいくとこのお米の甘さを感じるんですけど、うん、具材がたっぷりですね、本当に、うん、で上に乗ってて、その上の具材を食べたらちょっとさ、はい、白い層が出てきそうじゃないですか、うん、すぐ紅鮭がまた顔を出してます。このね、鮭がめちゃくちゃ美味しいですね。美味しい、うん、はい、では私は醤油ラーメンの方ですね。はい、私は塩ラーメン、はい、このさ、鼻から抜ける煮干しの香りがさ、すごい癖になりますね。これはね、ほんとね、さらっといけちゃう、うん、うん、
でも物足りなさが本当にないんですよね。全くない。うん。チャーシューガリとね、肉肉しい。うん。うん、肉肉しいけど硬くはないですよね。ちゃんとね、ジューシーなところと肉肉しさを感じる部分としっかりあるので、ね、あれですね、1枚で2感覚で楽しめますね。そうだ、うん、では続いてこちら卵焼きいただきます。うわうまい、うん、卵焼きはね、甘めの 卵焼きになってまして、うん、なんかちょっとさ、懐かしさを感じますね。懐かしさを感じます。あ、懐かしさを感じます。誰かに焼いてもらった卵焼きは何年ぶりに食べたんだろう。すごいね、あの、染みます。ではこちら、きゅうり、はい、うん、あ、最近になってます。うん、あ、この時期に最高ですね。はい、うん、このさ、今も暑くて汗かいてるんですけど、うん、この汗で飛んでしまった塩分をキュウリで補えることができますね。ナスですかね。うん、違うかな。ではいただきます。はい、何ですかね。味噌煮ではないですね。いや、多分シシトウもあるのでちょっとピリ辛になってますね。美味しい。シシトウの香りと、このなんだろう、ナスの香りが合わせててすごいなんか美味しいですね。うん、うん、はい、では私はこちら塩ラーメンの方ですね。私は醤油炒めみたいな。醤油が美味しいね。うん、こっちもね、煮干しをしっかり感じるね。そうそう、うん、なんか塩の方が感じやすいかな。うん、そうですね。ではこちら茶漬け飯ですけど、絶対このまま食べても美味しいのでちょっといただきます。全然乗ってくれない。うーん、鮭がうますぎる。うわ、もう口の中でお茶漬けが完成してしまったんですけど、絶対うまいわ、これかけたらやばいやつですね。味玉やば、やばいですよね。うん、うん、かわいい。ちょうどね、食べ終わったおにぎり出てきました。かわいいですね。いいですね。うん、はい、では、はい、ドボンします。はい、うわ、最高だ。絶対うまいですよ、これ。うますぎる。うまい。やっぱさ、うまみが煮干しなんで、うん、魚だからうまみが喧嘩しないんですよ。うん、鮭の香りが来て、煮干しのうまみが下に染みてく感じ。うん、うますぎる。あれですね、あの、本当におにぎりをテイクアウトできるので、おにぎりだけを買いに来るお客さんもいますね。うん、うん、今の時代ってさ、添加物がどうだとかさ、結構うるさいじゃないですか。はい、うるさいっていうか、私なんか結構入ってるっていう、このなんか根も葉もないですけど、そういうさ、噂が絶えなくて、やっぱりちょっとお子さんとかにね、食べませんの不安だなっていう方は、本当安心して食べれるおにぎりですよね。うん、で、今夏休み時期なんで、お昼ご飯とかでも最高ですね。最高。おにぎりうまっ。うん、鮭もうまい。おにぎりやっぱりうまい。で、この、あの、
おにぎりをこっちにスープに入れるっていう食べ方もあるみたいです、はいはい、こっちのね、私が食べてる方は茶漬け飯を頼んでますけども、はい、おにぎりを入れてもいいみたいですよ、うん、美味しい、本当にさらっとペロッといけちゃうね。うん、ということで、美味しすぎてあっという間に最後の一口となってしまいました。はい、では最後の一口いただきます。ということで、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということで、いや、美味しかったですね。美味しかったね。もうまずね、雰囲気から、うん、そのなんか味から、もうすごい体に染み渡るような旨味でいっぱいのラーメンでしたね。そうですね、うん、そして、醤油ラーメンの方はね、煮干しの香りと、醤油のいい香り、うん、で、後味はね、塩味系っていうよりかはほんのり甘みを感じるようなスープになってまして、はい、やっぱり動物系のね、ものだったりとか、化学調味料を使ってないですけども、はい、物足りなさを全く感じず、本当に旨味の詰まった一杯になってましたね。そうですね、うん、そして塩ラーメンの方は、もう塩の方がね、やっぱり味がなんてシンプルなので、煮干しの香りをしっかり感じれましたし、はい、ストレート麺だけどすごいスープとめちゃくちゃ絡むし、煮干しの旨味となんかね、奥深い旨味というかコクがねしっかりあって、はい、本当に美味しかったです。美味しかったですね。で、なんといってもおにぎり、おにぎりね、もうね、ふわふわに握ってあるおにぎりで、私たちは撮影をしているので、ちょっと食べる頃にはちょっとね熱がね下がってたんですけども、はいはい、もう出来たてできたおにぎりはね、私たちが食べた頃よりもさらに美味しいんじゃないかなっていうぐらい、そうですね、本当にふわふわで美味しかったですね。そしてね、やっぱ具材がね、うん、めちゃくちゃしっかり最後まで入ってますよね。めちゃくちゃ嬉しいですよね。嬉しいね。はい、近くにね駐車場もありまして、やっぱりね、はい、老若男女、私たちが撮影してる間も、うん、年配のご夫婦から若めのカップルから、はい、あとはおにぎりだけを買いに来る年配の方から、うん、入る前は子供が来たりとか、本当に幅広いお客様が来られるラーメン屋さんとなっておりますので。そうですね、はい、女性一人でも入りやすいですね、うん、そうですね、店員さんがね、はい、皆さん女性の方なので、はい、すごくね、気兼ねなく入ることができると思います、はいはい、そしてなんか見た目も可愛いのでインスタ映えもしますね。はい、はい、ということで皆さんぜひ足を運んでみてください。はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。